ことは誰も覚えてない毛色が違うから単語歌詞だからあの頃は NHK 出てんじゃんとか。その頃は全然単語じゃない、ね、そう、あの頃はもうアイドル歌手、普通のアイドルだ。アイドルも聞きたい、うん、そう。デビューして、うん、あの普通の歌手じゃないけど、まあね、ポップ歌手ですね、ポップ要するに沢さんのライバルになったわけです。ライバルで、ね、結局あれで辞めちゃってで単歌手になったんですか。そう、そうデビューの話が来て、うん、でいつも言うんですけど、タイガース、うん、キャロル、うん、ね、うん、中井邦司さんというね、大プロデューサーで、最後のプロデュースは俺だったんですよ。ああ、最後プロデュース唯一売れなかったっていうねで、最初はね、バンドで出る予定だったんですよ。私もやっぱりバンドでずっとやってた人間なんで、うん、でバンドはバンドで他からデビューして、うん、そしてソロでデビューだってなって、うん、で大和さんがキャニオン、うん、でプロモーションをね、浅井企画さんがプロモーションで、うん、プロモーションだったで、そうするとあそこは役者の事務所なんで、うん、なんか役者の仕事が取れるようにいろいろ手を回したみたいで、でデビューが私7月なんですけど、本当は最初は今年のキャニオンは女は岩崎よしみ、うん、岩崎ひろみの妹ね、うん、と男は守るでいくから、うん、と話して、あ、すごいなと思ったら1ヶ月前にタノキンが一気にドーンと出てきちゃって、で、トシさんが俺と1ヶ月前にデビューしたから、ららそっちにみんな行っちゃって、宣伝が。そう。それで、2曲結局出したんですけど、もう役者の方がどんどん仕事が入ってきて、私は歌やるために東京ね、うん、親から感動されてまで出てきたのに。でも、あれだね、あんな、役をもらってよく役者の方に行かなかった。いや、やっぱりちょっと歌の方が、そう、うん、あんまり魅力なかった、なかった役者は、うん、あ、魅力ないっていうか、うん、歌を歌いたいっていうね、あ、そういうのが強かったんだ、うん、強かったから。で、もうこれでその当時ね、譜面も読めなかったんですよ、うん、音楽勉強したことないから、うん、もう全部耳こびで来てたじゃないですか、うん、それでじゃあもう一回ちょっといい機会だから事務所辞めて、一から発声も含めてね、一から、うん、交流文言からやりました。あ、素晴らしい。でジャズ理論とか教えてもらって、うん、でその教えてくれた先生を紹介してくれたその先生っていうのは単語歌手だったんです。あ、そうだったんですか。で最初は、まあ、あなたにはね単語教えるつもりないわよって、単語はもうお金にならないからで、まあ発声とか交流文言とかジャズ理論とかっていうので譜面ちょっと多少読めるようになったり、譜面書いたりできるようになった時に、なんかいつも単語聞いてると、あ、ちょっと歌ってみたいなと思って、うん、で一曲教えてくださいから始まった。ああ、そう。それはもう40年ですよ。興味はそんなに別になかった。でも単語は全然知らないですから。結局ジュリーに携わってウォーター行って役者もやって、トータル何年ぐらいそういうのやってた？いわゆる芸能界。あ、今でもそうなんだけど。ね、78年に付き人で入って、うんうん、80年にデビューして、だ5年間ぐらいですかね、83年ぐらいですね。そんなもんだった。84年か3年ぐらいですね、うんうん、そこから単語やりして、沢田さんのついてたのはだから侍の方が、ダーリング、ヤマト、ラブ抱きしめたい、カサブランカダンディの最初の頃ですね、うん、あれ、ね、花とかつけてたんでしょ。そう、あれ、ね、生の花ですからね。え、生なんですか。生なんですよ。あれいつも買いに行ったんですよ、日比谷花壇に。え、買いに行くの。あれ買いに行くんですよ。あ、でもだって何本も買って置いとけないじゃないですか。で、1本って売ってくれるの。あれ売ってくれますよ。売ってくれるの。花屋さん売ってくれるよ。え、1本だよ、うん、1本で。ハイビスカスなんか1本で売ってくれますよね。あ、そうか、うん、バラとかも1本でね、売ってくれます。あ、そうか、まあそうだね、うん、え、沢田さんに使うんですって買ってくるんですよ。違いますよ。言わないですよ。くださいって買いに行きますよ。言ったらもう、あ、じゃあみたいな。じゃあって負けてくれりゃいいけどさ。
あ、牛の花みたいなの強く。でも面白いね、この人生ってね、どうなんだよね、人生わからないよね、何でもそうだと思うけど、特にこの世界はそういうさ、なんかきっかけっていうかね、こう、あと今ホームラン王になったぐらいだから、どうか俺プロ野球もう一回ちょっと挑戦するわみたいな。だってさ、佐田さんだってそうでしょ、最初にファニーズに入るまではね。でも言ったじゃないですか、球が遅いって言ったじゃないですか。いやでもよく野球はやってましたね。球は遅いけどね、コントロールはいいんだ。コントロールいいんだ。だからそんなには、だいたいエラーで負けますよね。あんまり打たれないんで、遅すぎて。エラーすると怒りますからね。それがもう森本ちゃん。森本ちゃん、ショートだ、ショートがなんかの終わっちゃうね。もうかわいそうだ。かわいそうだ。なんかもう心の中でさ、遊びでやってるのにこんなに怒ることないのになと思うぐらいね。まあ、ここだけの話で。そうだね。そうだね。そうだね。わかるよ。真面目だね。何事にも、こう、集中して。だから、ましてや、ゴヒロミのチームと一緒だな。もう、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 負けん気強いから。沢田さんで、今日はちょっと疲れたから野球休もうっていうのはないから、ね、疲れたって聞いたことないですよ。そう、それはすごいね。だって1回目と2回目のステージの間で、ジュさんキャッチボールしようかって、楽屋口のとこで、どうもみんなこんなのって見てるよ、見てるよってさ、よくやりましたよね、キャッチボールね。みんなファンが見てる。それはすごいね。もうそういう、もういろんな何かにいろんな面にして、やっぱり沢田研二って人は人間ができてるっていうのがよく僕はうまく表現できないけど、やっぱりどっかどしんと構えた人だなと思うね。そんで自分のちゃんとポリシーみたいなの持ってるし、だいたいツアー行くと昼ご飯ってうどんとか多かったじゃないですか。絶対残さないんですよね。あ、そう。あの極弁でも。食べるか食べないか。あ、全部しっかり残しちゃいけないっていうあれなんだよね。ツアーでコンサートの時って不思議ね。あれちゃんとマネージャーじゃない、渡辺プロのあれなのかね。必ずね、1回目と2回目の間にね、中華うどんとかラーメンとか必ずそういうのが来るの。食べたい食べたくない関係なく、あれ不思議だったね。で結構でかいコンサートになるともう楽屋に並んでるんですよ、料理が。そうそう、一回私がもうデビューして大阪仕事行ったら、ちょうど佐田さんが大阪コンサートやってて、今終わってなんか飯食ってるよみんなでって言うから、守る行こうよって言われて行ったら鍋だったんですよ、うん、でも鍋は終わってて、雑炊だったんですよ。うん、おう、守る、雑炊食ってけ、食ってけって。もう雑炊ですごい作る。最後まで、もう、ほんと鍋奉行ですよね。鍋奉行。作るのも好きみたいだね。うん。自分で作ってるんですかね、と思うよ。うん、なんか、なんかで見たけど、僕たちは、僕たちか、共働きだから。うん、でもそうすると、味にもうるさいんですか？ある程度うるさいと思うよ。だっていいもの食べてる。でも残さないんですよね。だからそれが不思議だよね。うん、多少まずくても食べるんじゃない？そっか、うん、一回夏パワーつけるのにニンニクが流行ったね。ニンニク玉とかも平気で飲んでて。すごいニンニク臭いのが出ましたね。ちょっともう平気で、あの人ね、誰かに頼んで砂肝とニンニクを買いに来させてね、でフライパンで自分でね、自分で炒めて、たまたまそういうのがあったねって、ガスコンロみたいな、で自分で作ってたもんね、ニンニク炒めて。あ、そう、うん、みんなごちそうになったけど美味しかった。他はもうまずホテルから出ないから、うん、出ないね。ただそういう意味では付き人としては楽でしたね、うん、ああそう、大した付き人じゃないんですよ、他に比べたら。他はみんな大変なんですよ。独身の人の付き人はもう朝起こして夜寝るまでいなきゃいけないから。でもみんなそうでした、聞いたらみんなそうだった。で佐田さんはもうね、朝別に起こさなくても、俺が逆に起こされるとか起こされるとかあるけど、何回かありますけどね。で夜だってコンサート終わって部屋引っ込んだらもう自由時間。
で、そうやって友達付き人に、ね、飲みに行こうかって言ったら、いや、まだ寝てないから行けないんだよね、とかって。でも、あれですか、もう、寝る前には明日のスケジュールですとか、この明日まで、明日この収録ありますとか、歌覚えておいてくださいとか、なんかそういうのあるんですか？いや、私に、うん、テープ渡したり。いや、ないね。それ一切全部自分で。全部自分で、あ、ま、守るマネージャーじゃないもんね。うん、あ、そうか、付き人だから、ね。付き人だから。あ、そうか、そうか。それはないと思う。その回ツアーの前とかになると、あの人いつも車って助手席に乗るんですよね。で、私が後ろに一人乗ってるんですよ。え、沢田さんは助手席なんですか？なぜかっていうと、うん、あの頃はカセットテープでしょ、うん、で曲を覚えるのに、ツアーの曲とは全部日本語バージョンに、はい、ね、訳詞のやつを加瀬さんから送られてきたやつをやんなきゃいけないから、うん、でカチャ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 やってるから、あ、そういうこと。だから都内だとみんな不安の人たちは、うん、沢さんは助手席乗ってるって分かる、うん、知ってるから、うん、あ、知ってるから、あれなんだけど、だから地方行くとちょっと近郊で、さっき言ったあの全員集合とか、うん、ね、ちょっと近郊行くと絶対さ、主役が後ろ乗ってると思うよ、みんな俺の方が出てるんだいや、髪の毛はこんなだしさいや、俺じゃない、俺じゃない、後ろで偉そうなだって青いなんかさ、サングラスして行った時なんかさ、もうこういう帽子かぶってさ、マルキシジュリーみたいなの、そういう身代わり的なところもあって、身代わりやっぱりね、かっこよかった、うん、とてもそのお付きの子だなんて思えないぐらいね、影武者を演じた、かっこよかった、影武者って、うん、でも写真あってあるけどね、かっこよかったよ、みんなこっち向いてさわさわ笑ってるだけでしたさわさんはプロ意識高かったっていうか、すごい、ね、照明なんかもピンも、だって、自分に当たってるか、全部知ってました、全部分かってるって言ってましたよ、ね、うん。だから、顔全体っていうか、胸に当たってるの。思うよ。胸じゃなくて、もっとちゃんと顔やってる。全部計算して、ああいう顔を作ったりね。うん。うんうん、動きもそうです。ね、すごい。ただ、あの当時のやっぱり、前沢、はい、照明さん。照明さんとか、ね、ケンケンさんの音響とかね。よかった。やっぱ超一流が。うん、詰まってた、うん、だからテレビなんかでも照明とかリハーサルでしっかり、うん、ああそう、でカメラの位置まで全部、把握して、この時はこっち向いてとかね、なるほど、全部計算してたから、ああそれもすごいね、でそこまでやる方ツアーの時は MC 喋るじゃないですか、うん、その時はもう楽屋着いたらその土地の新聞を読んで、ね、うん、情報を仕入れて、うん、っていうのもやってましたしね、うん、それはすごくやっぱりファンの人たちに対するそういう気遣いっていうのは私も勉強になりましたよね、うん、MC が長かったしね、あの頃はね、そう、じゃあそれは継承して守さんも MC は長いんですか？いや、長くはないけど結構喋りますね一緒のあのやってる人はみんな置いてでもあの時 MC 本当30分やればあったかもしれない。ね、それがもう恒例になって、ね、恒例っつうかね、平気だったからね。それだから不安の人もね、それが楽しみなところもありましたけどね。だからそのだんだん長くなってくっていうのがおかしいよね。そう。そんでもう大体内容は一緒なんだよ、うん。ただそれどんだけその話にいろんなことを盛り込んでいくかで。うん、ね、うん、尺が決まるわけじゃない、受けに対してもいろいろあるから、あれですね、正月明けの大阪フェスなんか、うん、もう紅白の楽屋ネタですよね、鉄板の、鉄板のね、うんうん、それみんなファンの人も楽しみにしてるみたいで、ね、まあ、レコ隊の話とね、そう、レコ隊と、うん、一番大変な時をね、うん、一緒に大変だし、やっぱりね、大変なのもそうだから、それなりに一番油の乗った時にいたから、俺もそうよ、一番いい時にいたじゃない、だから魔物もそうだと思うけど、やっぱりそれはそれですごいいい経験、そう、自分のプラスになってますよね、だから僕も何て言うかな、そのよく言われるんだけど、大野さんなんか次郎ちゃんは何なんだろうねみたいな、だから何なんだろうねって言われてもね、ドラマだし、だからそういうなんていうの、あの
バンドに迷惑かけたこともあるし、ジョーちゃんの音楽時代は何だったんだろうねみたいな、あのお店をね、あの、うん、辞めてからやった時に恩さんが来た時に言ったんだけど、だから何だったんだろうってそう言われてもね、ただいつも思うことだけど、自由にやらせてもらって、もうただコンサートね、うん、もうやって、ましてや沢田研二のバックでやって、うん、こういう楽しい思い出がいっぱいできたっていうことは、もうそれだけで何だったんだろうねっていうか、口に出せないような宝物だよね。そうですね、うん、あれ井上隆之バンド自体がね、杉城さんが入る前に2人変わってるんですよ ね、 そうだね、だから最初は原田裕二で、うん、そっちに田中清志でね、うん、でやっと城さんになって、でここで落ち着いたって感じでしたよね、うん、だからもうそこからはずっと、だから落ち着いたのもそうだけど、その黄金時代、うん、一番ね、そう何やってもヒットする時代だったから、これはね、うん、別に天狗にはなってないけど、やっぱり気持ちいいもんだよね。やっぱり充実してたと思います、ね、うん、忙しかったけども、うん、それがもうやっぱり充実してたっていうかね、うんうん、いろんなとこ付き人になって初めてね、飛行機も乗れたし人生初飛行機、沢田さんと大阪、今でも覚えて大阪行く時だったんですよ、夜、うん、で飛行機乗った時に、まあ沢田さん窓側じゃないですか、トマモロ初めて飛行機って入って席買ってあげようかって言って、席買ってもらって、俺窓際で夜景をこうやって、すごいなと思って見てたし、海外も初めてでしょ、ガームの。あ、そうか、ガームね。それとホテルで食事なんていうのも初めてですよ。あんな10代でホテルで食事なんてする機会ないでよく考えたら、そうだね。だから全部初めてです。しゃぶしゃぶも初めてでお願いします。わかるあれもそれ。そういう思い出は、まあ、しんどかったんだろうけれども、うん、そんなになんていうの、しんどかったとか辛かったっていうのはあんまりないんですよね、今考えてみたら。そんなこと考える暇もない。まあ暇もないのもあるし、もう忙しい。なんか毎日が新しいことばっかりだったんで、うん、あ、そう、うん、それがこうやって今そうこういう話をできるってことは、そんだけね、自分の心とか頭の中にそういう思い出がね、経験がもう、うん、ね、いい経験が残ってるってことなんだよ ね、うん、ね、辛いことは、すごい辛いことももちろんあるんだけども、あったら俺あんまり覚えてないし、ね、忘れちゃうよね、楽しいことで忘れちゃう、うん、やっぱりそうだ、でもね、沢田研二、ジュリーのやっぱりと1年間だけでもね、一緒に仕事をさせてもらったスタッフの一員としてね、携われたってことはもう自分の中で誇りですよ、今でも、うん、いや、それはすごいですよ、うん、だ今でもやっぱり、ね、あの付き人の守君とかっていうぐらいだから、うん、やっぱりそれがすごい人だったんだなっていうのが、ね、うん、ありますよね。なんかコンサート見に行くじゃない、うん、もう最近はもうだからなんかさ、もう散々もう自分がもうやりたいことやってね、迷惑かけてきて、でも何も言われないで、うん、好き勝手にドラム叩いてね、そんで沢田研二のバックをやってみたいな、そういうふうに育って、で本当に好き勝手楽しく、俺丸6年いたのかな、稲屋バンドは、うん、オールウェイズで1年、でそういう思い出がいっぱいあるわけじゃない、うん、でたまたまこうやってもう音楽やめて、この間もね、お正月とか、この間お正月か、一番最近見に行ったのお正月だよね。あと、誕生日の、埼玉アリーナ行けなかったんだけど、その後にね、一回行って。で、アリーナは、ビデオを見た人だったんだ。それ見るとね、いや、俺本当にこの人と一緒にやってたのかなって。そう思いますよね。すごいことやってたんだな。うん、で当時だって皆さん20代後半か30代、うん、ね、加藤恩さんとか高木さんだってまだ40前ですよね、うん、で沢さんも29、30そのぐらいですよね、30突入したぐらいだよね、ところ今考えたらね、若そうじゃないみんな、うん、今考えたらね、沢さんだからね、よくずっと我慢してたと思いますよ。だから遊びたい境じゃないですか。一人で外歩けないわけでしょ。ね、合宿でさ、みんな一緒にさ、
ね、男としてね、さ、米と取り方わかんないとかさ、言いながらやつでしょ。ああでもない、こうでもないってみんな過ごしてたわけじゃない。だそういうね、家庭があるんですよ、多分。うん、だから今日があるような気がするんだけどね。うんうん、だこの間ね、久しぶりに、ね、あの佐田さん、生の佐田さんを、ね、人見のりさんのコンサートを行かせてもらって見たけども、やっぱりかっこいいなと思いましたね。75になってもあんだけジャンプするんだもん。ジャンプしてください。できないですよ。やっぱりタング歌いながらジャンプしないと。いやー、まあ、歩き回るのは精一杯ですよ。踊りながらね。すごいなと思った。もういろんな面で年取っちゃったけど、やっぱり当時の沢田研二というオーラは変わらないんだよね。変わらないですね。変わらない。ということですね。今回はもう締めに入っちゃいましょう。長くなっちゃった。長くなっちゃった。まだまだ、まだ話したんだ、うん。まだ話したいないんだけど。うん、また交通会やるかもしれません。ということで今回は、スーパーゲスト、鈴木二郎さんと石澤守さんでした。また、よかったら見てください。いつもありがとうね。またね。ありがとうございました。